はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらフィット RS の6速マニュアル、しかも後期モデルホンダセンシングがついてるやつですよ。みんな待ちかねた。こちらね、中古車販売ということで、お値段なんとデデン197万8000円ということで、まあ税込みなんですよね。結構ね、これ弾数がないんで、しかも後期のそのホンダセンシング付きですよ。で、6速マニュアルってね、もう皆さんちょっと探してもね、今もうないと思います。それがまあ値段はまあ197万8000円なんですけど、本当に欲しいと思っている方はもうこれ多分飛びつきます。初年度登録令和元年の6月ですね。車検有効期限が令和4年の6月までついてます。走行距離は 47,722キロですね。いや、ちょっとねライトつけてみました。ほらどう、このクールな眼差し。やっぱね、フィット3かっこええよな、基本的にな。さっきフィットの1.3 リッターモデルのガソリンのフィット4乗ってきたんですけど、やっぱねこっちの方がやっぱ男心くすぐるわな。しかもこのサンセットオレンジよ。RS のやっぱこのエンブレムと同じ、まあ色のボディっていうのが結構やっぱこのフィット3の RS 乗りの方結構これ乗ってらっしゃいます。人気の色になります。N1 でもね、この色ありますよね。N1 でも結構人気な色になります。いや、しかしね、私結構この RS のレビューしてる方なんですけど、やっぱね、レビューしてからすぐ売れるっていうね、現象が結構起きてます。やっぱ探してる方は結構いらっしゃるんだなと、まあ根強い人気なんだなという感じがしますね。で、これ16インチの、アルミホイールね、185の 55R16 ね、ホイールもちょっとこれ中古レビューなんで、今日はね、この傷があるかないか、ちょっと見ていきます。タイヤの方も結構溝がまだあるよ。で、そうそう、フロントね、ちょっと飛び石が、ほら、この辺若干、ちょっと見えるか？まあこれ肉眼で見るとね、ちょっとわかるんですけど、若干、フロントに飛び石はどうしても否めない感じですよね。どう？でも綺麗な方ちゃうか？どう？ほら、この、ねえ、このオレンジとこの黒がね、なんかすごい攻撃色ですよね。わあ、いいなあ。で、ここ、ほら、ここにミリ波レーダーが確か入ってたと思います。ねえ、ホンダセンシング。単眼カメラとね。やっぱね、RS って、ホンダセンシングね、ついてないモデルが結構多かったんですね。昔の RS ってね、実はついてなかったんですよね。で、この後期だけが、最後ついたっていうことなんですよ。フィットの RS の、これが今のところ最後のモデルになります。いやー、後ろも、ね、クールだよね。このリアテールランプもこの後期モデルの方が私好きですね。ここが結構ね、前の前期とかはハニカムのデザインで、なんかね結構ごちゃごちゃしてたんですけど、このモデルになってからすっきりデザインしたなという印象があります。おー、いいね、いいね、ちょうどいいんよね、この大きさ。なんかホットハッチって感じ、本当に本当にこれホットハッチ。いやー、まあ前輪駆動なんですけど、まあ結構ね、これ 1.5 リッターなのになんでこんな走んのっていうぐらい走ります。これリアスポイラーもね、この RS はちょっと大きいんですよね。ほら。いや、この中古車ね、結構いじってないんで、これベース車両としていいんじゃないですか。というか、このまま乗っていただきたい。特にいじらずにね、できたら、このオリジナルを保って乗っていただきたいな、できたら。ほら、この RS はこの下の、この辺もね、結構ね、ほら、いかついでしょ、こう、空力考えられたね。はい。ちょっとリアゲート開けます。ほら、中も綺麗は綺麗は。結構綺麗。では、ちょっとこのまま、中の方、見させていただきます。今日はね、ちゃんと手の消毒とマスク着用しております。内装の方はね、こんな感じです。ちょっと、ね、今、ビニールかけてるんで、ハンドル見えないんですけど、とチラッと中はほらこんな感じで、オレンジのステッチがね、やっぱ特徴的ですよね、 RS ってね。で、これ6速マニュアル、
これがね、なかなか、やっぱね、もうほとんどオートマらしいんですよね。なので、やっぱこの後期の RS の6速マニュアルっていうのが、やっぱ弾数が少ないということでね、中古もう新車で買えないんで、やっぱ結構探してる方が多いと。で、シートも、破れなし。綺麗よ、結構。まあ、言ってもね、5万キロ近く走ってる車なんで、まあ普通に綺麗な感じです。で、後部座席もね、どう？シートの破れもなし、汚れもなし。エンジンだけ付けさせてもらいます。やっぱこのハイブリッドと違うのはこのタコメーターがね、ついてるということですよね。なんかでも青ランプはね、結構、あれ？ハイブリッドっぽいぞ、これ。なんか、こんな表示やったかな。平均燃費出てます。17.2kPh か。いや、すげえな。優秀やな。47,700 って書いてますね。まあ、今日はね、こちら中古販売なんで、試乗の方はいたしません。距離ね、伸びちゃいますもんね。いや、これマニュアルがええわな、やっぱな。ホンダフィット RS の後期モデルのエンジンルームですね。ハイブイテック 1.5 リッターエンジンになりますね。エンジンの最高出力は132馬力。エンジンの最大トルクは155ニュートンメーターありますね。いや、でも実際ね、その数値よりも、この走った時のこの驚きっていうのがね、この RS あるんですよ。エンジンの性能もそうなんですけど、この全体なね、このボディの剛性であったり、この足回りであったり、このハンドリングであったり、やっぱね、トータル的にバランスがあるなという感じします。いや、本当にね、ぶん回せる車なんですよね、こちらね。シビックタイプ R とかね、こちら置いてあるんですけど、もうこの辺ね、もう踏めないんですよ。もう握ったターボエンジンでね、もうかなり、もうこれホンダで一番最高の。ねえ、もう NSX あるけど、まあこれが最高かな。まあ安全運転みんなしてくださいね。まあそれで、まあこの6速マニュアル、ねえ、面白いんですよね。やっぱね、マニュアルはね、やっぱこう、意のままにね、この車を操るっていうね、感じがしますね。やっぱハイブリッドカーとか、EV カーっていうのは、やっぱね、車に操られてる感がちょっとありますよね。なんですけど、この辺のピュアなガソリンモデルは、しかも6速マニュアル、自分で操って運転してるぞ、わし車を乗ってるんだぞっていうね、感じがバリバリしますよね。はい、そういったフィット RS 中古車、車検が令和4年の6月の、走行距離が 47,700km で、197,800円です。まあこれに少し諸費用がかかるのかな。で、こちらホンダカーズ大阪東花園店さんでね、販売しております。詳しくはね、下の概要欄をクリックしてくださいね。そうそう、マフラーどうなってったかな。あ、これか。結構、あ、こんなマフラーか。あれ、こんなしょぼかったっけ。これマフラーだけでもなんかちょっと変えてもいいかもしれないですね。どうでしょうね。皆さん趣味がありますんでね、その辺。はい、というわけでね、私こういったね、ホンダの車よくレビューしております。もしよろしければ、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。そしてグッドボタンよろしくお願いします。はい、というわけで今日は、フィット RS の、中古販売でした。お早めに。じゃあね、バーイ。